どうも、なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は S ランクモンスター完成しましたので、育てていこうと思います。このモンスター、グレイナルですね。作るのがなかなか難しかったです。で、配合1回で、こんなステータスになりました。まあ、もともと強いモンスター同士を掛け合わせたので、まあ、これぐらいのステータスかなと思いますけども、なかなかすごいよね。最終的に、どのステータスが一番高くなるかによって、つけるスキルは考えようと思います。で、特性がね、こんな感じなんですよ。電撃のコツ。まあ、電撃系の魔法を入れればいいですよね。そして、MP 吸収ブレイク台。なんですよ。MP を吸収しやすくなるっていうやつで、すごく嫌な対戦相手になりそうな気がする。で、スキルですけども、グレイナル。もちろんギガマホトラ入ってますし、雷魔法のジゴデインもついてるので、もうこの二つだけオンにして、あと光の波動ね。うん、それぐらいで戦っていけば面白いんじゃないかな。やっぱり、マホトラで MP をゼロにされたら、たまらないでしょ。そういう戦い方をね、こいつにはしてほしい。まあ、とりあえず、今日はレベル100まで上げて、で、配合を繰り返して、そうね、どの数値が一番高いのかっていうのを調べながら、最大まで上げていきたいと思います。で、それによって、スキルは何にするかを考えていきましょう。とりあえず100まで上げますね。それでは、グレイナル、レベル100まで上げました。レベル上げは楽勝。で、ステータスが、もうすでにカンストしてるやつが出だしたんですよ。そんなにステータスは高めではないのかな？なんか全部平均的な感じになりそうな気がする。まあ、あとね、防御力と賢さが、赤になってないので、そこは上がっていくってことですよね。賢さが高くなるタイプかな？どうなんでしょう？まあ、それによって、スキルを考えたいと思います。とりあえず攻撃力は603と、まあちょっと平凡な感じですね。だから攻撃力アップもいらないし、攻撃系のスキルもつけなくていいかな。まあまあまあ、とりあえず賢さ次第なので、あと一回配合して、カンストまでやってみようと思います。多分行くと思う。あと一回で。行きます。それでは、グレイナル、育成終わりました。ステータスがこんな感じになりましたよ。はい。すべてが平均より上かなっていう感じ。めちゃくちゃ尖ってるわけじゃないけども、全体的に、まあそこそこ高いかなっていう感じになりました。賢さもね、そこまで上がりきれなくって、火力はあんまり出せないだろうね。うん。火力はあんまり出せない。これだったらまあ、スキル何にしたがいいだろう。まず、グレイナル。これは取ってていいと思うのよね。これは取ってていい。だから、残り2枠を、守備力、違う。守備力アップ3、4でもいいけども、あれだな。体勢を思いっきり整えたがいいかもしれない。すべての体勢を、ぐっと上げる感じで、対戦に臨んだ方がいいかな。うん。まあ、防御力か、耐性。どっちかでいいかなと思います。まあ、とりあえず、攻撃してみたら、どんな感じなのか、見てみましょう。それでは、実際に戦ってみましょう。グレイナル以外は、防御していきましょうね。でね、攻撃力も、賢さも結構微妙なので、どうだろうね。でもね、電撃属性のコツを持ってるので、ちょっとはマシでしょう。普通弱点軽減。ああ、いいぐらいじゃない？自己デインで、どれぐらい与えれるか。400いけばいい。400いけば、全然使っていけるんだけども、どう？微妙。微妙。軽減されると200弱か。200か。ああ、ちょっと厳しいな。アタッカーとしては、ちょっと微妙な感じだな。
ちょっと物理攻撃してみようか。物理のギガブレイクいきます。物理の方が若干攻撃力高かったんで、どうだ、いけ、あー変わらんあんまり変わらん。ではちょっと戦略で使おうと思うギガマホトラ、あれ使ってみましょうか。どれぐらい吸うのか、うん、それに特化した特技を持ってるので、そこそこ吸ってほしいよね。 MP4 回吸いますので、それで枯れるぐらい吸えばいい。どんぐらいいく？めちゃくちゃ吸ってくれれば嬉しいけど。おお、80超えるよ1回吸うので。うん、あ、いや、いいぞいいぞ。80で4回だから、え、330ぐらい一発で吸うのか。あ、これはかなり嫌じゃない ?330。 うん、 MP 系のスキルを入れてないとこれ半分ぐらい一気に持っていかれるよね。あーあーあ、これは結構害悪キャラになりそうな気がしますね。はい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 。ああで、マダンって打ってみようか。どれぐらいいくっけ ?MP300 だもんな。300のマダンっては大したことなかった気がするけども。どうだ、すべて使え、マダンって。微妙。はい、ということで今日はグレイナルを作りましたので、上げてみました。上げたところ、ステータスは平均よりも、まあ、高めだねっていう感じで、めちゃくちゃ高いものはそうありません。アタッカーとしては結構微妙なんですけども、特性で、MP 吸収ブレイク台、これがついてるので、まあ、ギガマホトラで嫌がらせをする、そういうキャラクターとして、いいと思います。もうちょっとなんとかね、攻撃力上がればいいんだけども、あ、そうか、まあ、スキルを、MP アップ4にして、マダンテの威力を上げるっていうのもいいかもしんないですね。それはありだな。マダンテをフルパワーで打ちやすいので、それは全然ありだと思います。マダンテ打って、で、このマホトラ攻撃で、MP を吸収して、またマダンテを打てればいい。あの、ギガマホトラで吸ってね。まあまあ、そういう戦略で、やっていこうと思います。はい、今日はグレイナルでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。